今回はクインダム2の予告について前回の動画でも少し触れたんですけれども、うん、また新たに予告が公開されておりますので、ねうん、でケプラーに何やらいろいろ起きているようなので予告についてとあとはクイーンズランドっていうビハインドみたいな動画が2つ公開されているので、うん、そのことについても話していきたいと思います。はい、はい、ケプリアンの皆様そしてクインダム2前回泣いたよっていう方ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まず予告ですね、うん、1話の最後にもありましたけれどもネットのツイッターでまた予告追加が公開されました、うんうんうん、ツイッターなのね。ツイッターの方でしたね。日本語訳こういろいろつけてくださってる方もいらっしゃるので、うんまあ、そういう方たちのいろいろ見たところこれね迷うところがちょっと違うじゃない、うんうん、何種類か見たけどあそうなんですよどっちを取ると、うんうんうん、で私は直接わかるわけじゃないんでこういろんな方の役を見て、うんうんまあ、ちょっと理解したっていう感じなんですけど、うんまあ、Mネット所属だから出演したんじゃなくってケプラだから出演したんだっていうのを見せつけたいというのをケプラ言ってたんですよね、うんうん、で、まあ、シャオティンというジンちゃんがこうわだだスタートでちょっとかっこいい感じでスタートしそうなシーンとか、うん、あとマシロちゃんがなんかヘッドセットですかね絡まったのか髪に絡んじゃったのかな、ね、なんかそれを外しながらもなんかすいませんみたいな、うん謝ってるシーンで、ね、なん本番ではできませんみたいなそうそうそ なんそれ嫌味はなんだなんだ誰だつってお前誰だスタッフか誰だつってちょっとそこでざわついて、ね、ざわついてでジェヨンちゃんも半分も見せられなかったみたいなうん、うん、ちょっとこう苛立つうまくやれなかったみたいな苛立ちなのかな、うんうん、でちょっとダヨンちゃんがそれ見て複雑で表情するだけどいいと思うなんかもう本気な感じじゃない、うん、一生懸命やってるっていうことだから、うん、なんかねちょっと前はそれこそ K-POP こんなにねサバイバル番組とか見ない時は、うん、なんかきついなみんなきついなと思ったけどなんかこれが気合なんだなとかちょっと文化とかそのあ慣れてきました国民性みたいなものを学んできたから、うんうんうん、あ気合入ってんのねって言えるようになってきただんだん理解してできるようになって気合が入ってるってことですよね、うんうん、であのブレイブガールズもライバルでゼロ票だったから、うん、こう踊れるのとか30代でしょ、うん、みたいなこと言われたんですかね、うん、言われてると思ってるのか、うんうん、本人たちが、うん、でもうそれをちょっとこう跳ねのけるみたいなパフォーマンスをするんじゃないかっていうそうね良さそうだよね、うん、感じのくだりとか、うん、あとやっぱり宇宙少女は号泣したりとか、うんここはもう絶対だってもういいネタじゃない、うん、泣いてくれてありがとうと思うよすんごい号泣してたじゃないですか、うん、だからもうこするよそりゃ、ね、そりゃそうですよね、うん、大事な場面ですから使いますよね使います、うんでまあ、順位発表もあるんじゃないかなっていう感じの流れにはなってましたけど、うんうん、そうだねびっくりが押せたよね、うんうん、まあいつものやつですよねもう不安にさせてそうねみんなの注目を集めるパターンの Mネットの手法ではありますけど、うん、上手上手、うんうん、面白かったよ褒められた面白かったよって褒められましたね代表にね大体まあリハでなんか何やかんやあってそうそうそう本番いいんでしょっていうやつですよね、うん、そういうやつだよ、ねまあ、たまにあるけどね本当に本番も本当のミスだったやつあったじゃないあったえあれですよロボイズかな、 なんか枝が見当たらなくて、うん、ああありましたねキングダムの時そう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 だから本当のミスもたまにあるから、うん、あったあったって泣いてましたね、うん、泣いてた泣いてた、うん、であのガルプラの時もエクソをめっちゃ引っ張ったじゃないですか、うん、あのアベンジャーズを、うん、でやっぱ本番もケチョンケチョンに言われたじゃないですか先生たちにそういうパターンもありますよねでもケプラは違うと信じたい、うん、多分大丈夫だと思うよだって全部あれリハーサルのシーンしか映ってないもん、うん、あそっか本番じゃないですね映ってないから確かに、うん、確かに完璧大丈夫本番はいいってことですよねそうだと思う、うんうん、でブレイブガールズもきっといい感じのきっともうだってなんていうのかなやっぱりベテランさんだからリラックスしてるじゃない、うん、あそうですね言っても終始リラックスしてる、うん、だからやれると思うよ一番伸び伸びしてますよね、うん、ブレイブガールズで言ったって、うん、その姉さんだって言ったって30代でしょ、うん、前半でしょ、うんうん、若いよ体動きますよまだずっとやってんだからそうですね現役でバリバリやってますからねそれは踊れますよ今日今やってみたいなのは違うと思うけど、うんうんうん、ずっとやってんだからそれは踊れますよ、うん、大丈夫大丈夫、うん、Mネットのことですから予告のシーンが本編にないっていうやつもありますよねあそうねあれのシーンは本番あるのかなって待ってたらだから予告も一番組としてそうですよねあれないじゃんあのシーンそう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 真白ちゃんのあのシーンないじゃんみたいなあるあるある可能性はありますよね、うんあるあるうんはい、まあまあ楽しみですけれども、うん、であのクイーンズランドっていうビハインド動画も短い動画ですけど結構これからそういう番組がずっとこの番組は続くのかなあそうですね合間にやってくれるそういうことだねビハインドはこのクイーンズランドでやりますよっていうことかな、うんうんうん、あの短いですけど結構面白かったですね面白い、まあ、1本目はちょっとこう休み時間の様子とか
そういうことだね。ですよね。裏側。裏側。うん。うん、で、まあ、休憩時間。うん、お腹空いたってビビジさんたちが。ひたすら。ひたすら。だからあれギャップじゃない？すごくこう、女神のようなビジュアルで、はいはい、うん、佇んでて、裏では実はこうでしたよ、うん、っていう。あ、なるほど。そっか、スタイルもね、うん、シュッとしてますけど。でも安心だったよ。いっぱい食べてくれてて。うん、いっぱい食べてる方が安心する。うん、そうそうそう。だからよかった。うん、で、あの、ブレイブガールズさんが、ぼーっとするときに若い子何歌おうかな、って言って。ウルロンじゃないっつって。いやいや、ウルロンじゃないでしょって私も思いましたけど。さすがにね。9年前の歌ですって字幕入ってましたよ。何歌うの ?TT じゃないの？それもダメ。ぼーっとするとき。ぼーっとするときですよ。ぼーっとするとき何かな。ぼーっとするときに歌うんですよ、ウルロンを。いやー、今だって和田だって言ってるな。和田だ、和田だかもしれないですね。あと、ツーツツタータあ、もう、そうそう。ツーツツタータです、私たちは。ぼーっとしたら、すぐツーツツタータ。そっちだね。ねえですね。もうね、あの、お茶会 TV とノリが一緒だなって思ってね。あの、ブリーブガールズさんたちが。若い子一緒に見てる感じした。喋ってる感じした。この曲若い子知らないでしょとか、え、名曲知らないのみたいなノリ。もうね、すごい共感できると思います。共感できるね。うん、で、リーダーがいつも言葉古いんですかね。古いんだろうね、うん。完全におばちゃんキャラですよね。あの中でもやっぱり一番上だもんね。一番上ですよね。うん、そうね、うん。完全におばちゃん扱いされてるなと思って、それが面白かったですけど。で、あの、今月の少女さんたちがまたケプラーにいろいろ話しかけてくれてたんだなっていうのが、うん、これでも分かりましたね。いっぱい話しかけてくれてたんだろうね。ね、優しいですね。うん、で、ダヨンちゃんと同じ学校、からし校だったんですかね。ね、で、うん、来てくれてたじゃん、あの時。来てくれてた、あの、グータッチですよ。グータッチじゃないですか、またグータッチですよ、グータッチしに来てくれてた、うん、ビビジさんたちにも一生懸命ね勇気出してやってたね、話しかけたり、うん、なんか可愛いです ね、 ね、でやっぱり上の子たちは文化なのかな、キャー喜んでありがとうみたいなできない、なんかスンとしとかなきゃいけないお姉さんだからっていう感じなのかなと、うんうんうん、反応がね、うん、なんか上からねえねえねえみたいな感じにはあんまいけないんでしょう ね、 ね、でキプラはもうとにかくずっとキャッキャしているっていうのが、うん、これでもよくわかりました、ね、楽しそうでしたね、楽しそうだった、爆笑しました、やっぱり緊張ほぐすためにもああやってんだと思うけど、ね、うん、ああそうですね、うんうん、テンション上げて、そう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 、ワイワイやってる方がいいですね、うんうん、固まっちゃったらもうどんどん固まってっちゃうと思うから、うんうんうん、あのやり方でいいと思うよ、うんうん、でヒョリンさんは友達作るのが目標だったらしいですよ、うん、ねってもうあの演出もすごい怖い顔でこう、うんって周りを見回しててそうそう、なんか宇宙少女なめのみたいなありましたね、カリスマが出てましたよ、でもいい人ですねやっぱりね、本当いい人、うん、友達できたかなできたかなね、もう一本ありましたね、うん、こっちも面白かった、こっちも面白かったですね、うん、対面式後 の、 あの各グループの様子っていう感じでしたけど、うん、あのビビジさんたちはこう私たち内向的だみたいな、あれ何なの、 MBTI 流行ってますよね、うん、もうどこ見ても MBTI、 そうね、うん、そんなに重要なのかな、っていうか当たってるのかな、当たってるから流行ってるんですかね、そういうことなのか、でもね教習所の時やんなかった、なんかああいうのやりました、適性検査みたいな、はいはいはい、丸つけてね、そうそう、やりましたやりました、うん、あの私あの運転中におしゃべりに夢中にならないようにって注意されました教官に、それは適性検査の結果、適性検査の結果を教官と喋る時間があって、うん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 、あなたちょっと気それやすいから、うんうん、あの運転中気をつけなさいよっておじさんに言われた私はねなんかね男性のプロドライバーばりに運転は合ってるよって言われたから、あそうって調子に乗った、あそれそれいいですね、うん、あれ MBTI だったんですかね、そうかもしれない、なんかそんな感じのやつですよね、うん、とにかく運転はそこでね自信がついてもうずっと流行ってますよね韓国で、うん、長いですよねこの流行、それと同じようなもんだろうね、うんうんうん、宇宙少女さんたちは今月の少女に、まあ、人数で圧倒されるよねとか、うん、まあ、自分たちも多いけどさらに多いってあんまりいないですもんね、そうだね、うん、あの今月の少女とセブチぐらいじゃないですか、そっかそっか自分たちより多いのって、であのケプラはマシロちゃんが自分たち赤ちゃんに見えたっていう話もしてましたけど、うんうん、友人ちゃんがやっぱりフリン先輩で驚いてるみたいですね、そうだね、確かに同世代が来ると思いますよね、うん、ソロンチョンハ、そうそうそう、チョンハチョンソミ、うん、あたりが来ると思いましたよね、思ってた、まさかそっからみたいな、うん、大物来るとは思わないですもんね、そりゃ閉まるよね、うん、10歳以上離れてるんですって、風林先輩と。言ってたね。言ってましたね。そっか、そんな離れてるのか。いや、全然パフォーマンス大丈夫だよ。うん、わかんなかったですね。わかんないね。さすがだね。だから本当すごい人はすごいんだわ。すごい、もういくつになってもすごいんですよ。うん、すごいんだわ。まあ、で、宇宙少女さんたちも風林さんのパフォーマンス見たりして勉強してるみたいですね。うん、和田も聞いて。いいね、宇宙少女はすごくこう、ちゃんとやってんだね。先を読んで。そうそうそう、もうやるかもしれないからって言ってましたよね。他の人の曲をすごいひたすら聞いてるわけでしょ。そうそうそう。ゴミいいね、そう早い戦略家ですね、うんうん、もうだって曲交換するのを想定して聴いてるってことですもんね、う、うん、ブ
ブレイブガールズがこのライバルにね選ばれなかったっていう、ここは私大好き話をしてましたけど、あ、私たちの歌難しいからかしらみたいな、最高最高時なの、うん、最高時のキャラがやっぱり、うん、全然そんなの思わなかったよって、うん、全然全然みたいな、いいですよね、いい本当にいい、大ファンになっていいキャラ、うん、まあ、みんなこう面白い戦いになりそうとか、うん、チェヨンちゃんも戦ってみたいとか、うんうん、まあ、宇宙少女も別にどの順番でもいいですよとか、そうだね、だから、うん、なんていうのかな、全体的にこう緊張しながらも、うん、こう勝負を楽しんでるというか、うん、いいなと思って、いい感じですよね、楽しんでる、だってもう今月の少女さんは情報集めるって言ってましたよあれ何、同郷だから情報集める、情報集めるわみたいな、何の情報え、何の情報、何の曲やるかとかみたいな、故郷経由で集めれるの情報はちょっと面白かったねあれめっちゃ面白い、さらっと流れましたけど、めっちゃ面白いですね、あのくだり、そういうのね逃さないよ、お茶会にすっごい面白いこと言ってるじゃんと思ってでも最後にヒョリンさんの体力大丈夫っつって、うちも最高、あの顔お最高、うん、合わせないとでプツンって終わるっていう、私何回か戻しましたもん、え、これで終わりっつって、なんか動画切れたんかなと思って、何回かも、あ、ここで終わりなんだやっぱりと思って、もうね、Mnetうまいよ、うまい、編集うまい、面白い面白い、最高の編集ですよ、なんかお茶会 TV が好きなようにやってくれてる、ね、うん、まさかこんなね、あのビハインド動画でこんな面白いと思わなかったですよね、そうね、本当に、うん、1本ぐらいの中身ありましたよ、あったあった、面白かった、うん、だって1本撮ってるしね、ね、本当ですよね、本当面白かったんですよねまた次回はやっぱ3チーム残りステージ全部やって順位発表まで行くのかなっていう感じですよね、うん、そうだね、うん、でも、まあ、オンラインはあと、オンライン投票はまた来ますよね、うん、またあれだよね、キングダムの時もそんな感じでしたよね、順位発表したけど、うん、それに加算されたものっていう感じが次の週からやってた、うん、あ、そうですよね、うん、だから次で発表をしますっていう感じかな、ね、うん、でやっぱり苦労話で泣かせる演出は次回もお願いしますっていう、うん、欲しい欲しい、もうね、うん、大人はそういうの大好きですから、そうで、もうケプラーの可愛いのキャピキャピかっこいいの、うん、全部見たい、うん、見たい、うん、もう神話だだが、神話だだ、神話だだ披露されますよ、そうだね、うん、めちゃくちゃかっこいいんじゃないかと期待しておりますので、はい、はい、第2話も楽しみですね。 Oh!